Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi wa watashi no sakubun nisuite hapyou shitai to omoimasu. Taitaru wa boku ga suki na anime o hanashi. Minasan, miete kudasai. Boku no jinsei wa totemo heiwa datta. Boku wa kazoku mo seikatsu kankyou mo yoi no de seikaku mo ii to omou。中学生の頃からアニメを見るのが大好きだった。現実の世界とは違う。主人公がアニメで経験しなければならない多くの対立がある。Fate Stay Night というアニメに興味がある。他のアニメとは違う。このアニメにはいくつかの異なるストーリーがある。例えば、主人公がヒーローになることを選択したならば、彼は何かを犠牲にする必要がある。そして、彼にとって貴重な誰かを救うことを選んだならば、それから多くの犠牲者がいるのだろう。物語の主人公を想像するなら、それは難しい選択だと思う。様々な種類の論争、疑い、戦争、戦いに直面し、何が正しく、何が間違っているのかわからなくなった。邪魔をする法律がなく、信仰だけが彼を自分の道に導く。もし僕が彼の立場にあったら、僕は夢中になっていたか、死んでいたのだろう。このアニメは7人のサーヴァントマスターがいる世界戦争を中心に展開していた。各サーヴァントはセイバー、ランサー、アーチャー、アサシン、ライダー、キャスター、バサーカーで構成されていた。ルールは全てのサーヴァントを倒すことであり、勝者は世界を得した。物語の中で、聖杯はどんな願いも叶える神の力を持っていた。しかし、すべての筋書きにおいて、聖杯戦争で勝利するサーヴァントはいなかった。聖杯は人類を脅かすものになった。そして、結局、それは私の意見では無意味な戦いだった。はい、終わりました。ありがとうございました。